秋田書店、冒険王第19巻第5号より、藤本伊佐菊地勲、沢村正藤本伊佐は、日本のキックボクサー。本名は、姓は同じで長洋治。山口県長都市出身。片山流空手2段。51戦40勝32個11敗。現役時代は膝蹴りを得意とし、膝蹴りジャックナイフの異名を取った。1968年。 東映映画、ゴロツキに出演。キックボクシングのスパーリングで、主演の高倉健をノックアウトするチャンピオンの役であった。他に、東洋ミドル級チャンプの沢村忠、東洋ライト級チャンプの西川淳、全日本ヘビー級1位の斉藤天心が出演していた。現役引退後は、メグロジムの会長代行を行い、99年に会長職、名称を メグロ本事務と改名した。藤本体制課では、小野寺地から石井広木、勝次緑川はじめ、広雪などを育て上げ、明白楽として知られた。2018年末頃から間質性肺炎を患い、入退院を繰り返していたが、2019年12月8日、新日本キックボクシング工業にて引退を宣言。同時に会長職も辞した。 翌年1月30日には、メグロ本事務も閉鎖した。2020年5月5日に78歳で死去。ありがとうございます。